こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日も若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。まあこのところしょっちゅうね、箱根行ったり来たりしておりまして、今日も実は早くから箱根行って先ほど帰ってきたところでございます。10月10日に箱根駅伝参加青春のたすき、これ発売したもんですから、いろんなところでおかげさんでね、話題になっておりまして、それでいろいろその打ち合わせをどうするかということで細々としてますけれども、いろんな方と話を、しなくちゃなんないような状況でございます。で、小田原のね、小田原駅のね、地下にね、地下街がありまして、春根というなかなかこうスマートなとこなんですけれども、春根小田原っていうとこなんですが、そこにね、その壁をね利用していろんな区画をずっとそこにたくさんのこう区画がありましてね、いろんな方が自分の作ったいろんな商品を並べておくコーナーがあります。壁屋総本舗という名前ついてるんですけれども、その一角を11月の1日から借りることになりまして、今日はその手続きもありましてですね、手続きもしてまいりました。その箱根駅伝参加の CD をそこでガーンと並べて、結構ね、多くの方が、まあ駅の地下ですので多くの方が行き来するもんですから、非常に、まあ、効果があるかなと思っております。それからあと FM 小田原ですけれども、浜口さんという方が、そこでコーナーを持っておりましてですね、非常に協力していただけるというようなことで、できるだけまあ箱根の小田原はね、箱根のもう玄関口ですので、非常にやはり箱根と非常に密接な、ところでございますので、 FM 小田原で、いろいろと協力して、いただきたいというようなことでございます。こうたまたま今ね、この FM 小田原ですけども、どこでもこの、この iPhone で聞けるんですよ。これ今聞いてるのが、これが FM 小田原の今の放送でございます。まあこんなことでね、まあ、今や便利にどこでも聞けますので、非常に期待しております。それから、箱根町もね、本当にまあ積極的にいろいろと関わっていただきまして、今度の金曜日ですか、町長の山口さんという山口町長に、お目にかかることになりました。いろいろと山口町長には CD の寄稿もいただいたりしてお世話になっております。まあそんなことで、本当にいい形で箱根駅伝参加青春のたすき、よろしくお願いいたします。また今日はこの歌をおかけいたします。ありがとうございます。走り、たすきをつなぐ。
ー